では、はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ始まってもないですけど。終わったんだよ早っじゃあいただきます。おじキャン初の県外だね。はい、県外。県外って電波の県外じゃない電波、俺は県外ですけどじゃあ、はい、乾杯。乾杯。これは福ちゃんのあれだっけ。ありがとうございます。あんま久しぶりに金麦飲んだ、ね、最近ね、家でずっとあのパックの日本酒ばっかりなんですよ98円。え、安いよね安いで、ちなみに今回は来てるのは広島県のフォレスタ広島と。そうそう、2回目は、私は2回目、僕は初めて、うん、初めてで、ここは湖畔サイトですよね。湖畔サイトの1番と2番。めちゃめちゃいいじゃないですか。ロケーション最高よ。いや、いいっすね。そう、まったり。やっぱりこう、うん、山だけじゃなくてこういう水が見えるとやっぱ違うね。海とまた違うよね。違いますね。キャンプ動画撮ってるとやっぱりね、あのここでなんか作業するのも撮りたいし楽しいんですけど、うん、やっぱね風景も見てほしいですよね。確かに、ね、うん、だからせっかくキャンプ行って、そう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 料理をばっかり見てほしい。そうなんですよ。なんかだったら別に家の中でね、そうそう、あのそういう雰囲気の中でやればいいから、うん、そう、やっぱ外に来たからには景色撮りたいっていうのがあって、うん、確かにね、うん、これで風吹くんじゃ最高なんだけど。でもまあ天気はいいから、うん、もしかしたら収まるかもしれないですね。収まってくれたらね、ね、焚き火もできるしね。焚き火したいな、せっかくだから。そう、こんないいとこだし。お時間あんまりやらない焚き火確かに最近また焚き火を始めたけど俺はね。最近ステッカー作ったじゃないですか、うん、ステッカー作ったんだけど、そのデザインを見せてもらった時に、うん、あの焚き火が書いてあったから、うん、いや焚き火この人するのかなと思ってたんですよ、うん、でも最近するようになったんですね。そうそうそう、なるほど。全然しない男が焚き火をちょっと あれよね。でもすぐやめると思うけど。俺もでもね、期間限定じゃないですか焚き火って。あの秋から、まあ、春先ぐらい、まあ、まあ、5月ギリギリいけるかな。夜はちょっと涼しいから、うん、まああと夏とかも夜になったら寒いところは寒いですけど、うん、そうそう、山の奥行ったらね、うん、そうですね、うん、海沿いで焚き火なんかした日にゃつで寒い顔が嫌。帽子かぶってこようかな。これはここに幕を用意するべきだったかもしれないですね。でもそしたら景色が、ね、見えないんですよね。確かにある人幕、あ、下ろしたわ人幕、家にあるのかあるあるですね。人幕はいらんだろうと思って人幕は持ってきてないんだけど。あるあるですね。あるけど家にあるっていう。そうそうそう、よくあるパターンいや本当ね、景色がいいですよね。湖畔サイトに泊まるのも初めてかな、もしかしたら。あったかいね、これ。そうだ、なんかスビールっていうのも味気ないからちょっと出しましょうか。ああ、何出しとうか。俺刺身出しますよ、さっきのあの、なんだっけ、アナゴ。刺身まだこっちにもあるけ。ほーい。でもアナゴの刺身って初めて食べるな。ねえ、うん、醤油入れちゃってもいいですか。いいよ。おーい。あれ、新しく始まったアニメ 見てないだろ。何ですか。キセコイ。キセコイ、うん、キセコイって何ですか。季節に恋してる。違う、昭和の題名かみたいなちょっと昭和っぽかったです ね。昭和のなんか少女、昭和のなんか少女漫画とかありそうだった瞬きもせずみたいな感じの瞬きもせず、ちっちゃいんだそれ。いや、タイトルしか知らないですけどね。はい、間違いなく少年ジャンプとかで連載されなさそうな。瞬きもせずってあれよね、はい、紬タクさんのやつ。なんとかタクだったですね、うん、確か。あのホットロードの、ああ、多分そうですね。こっち向けた方がいいか。まあいいんじゃないですか、ね。これパッケージも引き裂いちゃうけど、ね、これがアナゴ。アナゴでブリとカンパチと、うん、醤油。わさびは、あ、わさび入れましょう。わさび、こっち開けようか。わさびここにもありますね、うん、ここにもある。わさび使ってないうちに2等分させてもらいます。はい、どうぞ。コロナがねまだありますんで ね。ちょっとじゃあアナゴも僕食べたことないんですよ、刺身で。ちょっと初めて食べるけ。いただいてみましょう。アナゴってあのアナゴよね。アナゴさんのアナゴですアナゴさんのアナゴ若本さんの、若本さんの、はい、甘い感じですね。
まり感じ、うん、あ、おいしいね。なんかもうちょっと不思議な食感がありつつ、あ、これはうまい。これでねえ、ね、これは当たりっすね。ありだね、うん、これは買って正解だったね。ね、いや、これはビールが進むな。うん、うん、おいしい。うん、山口県売ってないよね、アナゴの刺身なんて。いや、見たことないです ね。ほら、バリバリ。あ、ほんまだ。最近インスタグラム全部入るよ。ほら、そうか、俺のでライブできんね。俺、バリゼロですよ。バリゼロ。着てこいだけ、このそのビスクドールは恋をするっていうのがあるんだけど。全然俺のタイトル違うじゃないですか。いやいや、着てこい。短縮で着てこいっていうあれ、はい、だけど本当の名前はそのビスクドールは恋をする。ああ、それ漫画でありませんでした。ある漫画、漫画俺一巻ぐらい読んだかもな。コスプレの女の子とひな人形の頭氏を目指してる男の子。俺一巻ぐらい読んだかもしれないです、それ、うん、これ面白いよ。俺漫画見よった時からこれ面白いなって思う。あ、マジですか。うん、ちょっと奥さんと見たら奥さんに白い目どころじゃない目で見られると思うけど。なるほど、そういう系なんですね。そういう系。なるほど。俺最近見たつも漫画ぐらいしか見てないんですよね。あ、漫画もね、うん、あの僕だけがいない街っていう一応アニメ化されたやつなんですけど、それを見たぐらいかな。うん、あれタイムスリップじゃない、なんかするやつよね。そうです、タイムスリップ系です ね、うん、最後お前か犯人はっていうなんか薄々そうかなと思ってたけど、うん、犯人はお前かっていう、やっぱりお前か今からタブキ言われても夜焚き火がないな。あ、まあ、その辺でその辺で拾うしかないです。拾う、いっぱいあるよね、多分山ごっそごっそ入ってるあるだろう。管理棟が遠いですもん ね、 ね、ちょっとまあ運動家庭ならちょうどいいかもしれないけどね。あとあれかもね、行ったら持ってきてくれるかもしれないですよね。あ、マキー、うん、なんか軽トラかなんか乗っけて、うん、持ってくるのは大変よね。地獄でしょ。しかもだって束になってなかったっすもんあれバラバラでしたからね。いや寒いっすね、昼間なのに、ね、雪が残ってるのも分かりますわ、ね、うん、こう標高が高いよここ。そうっすよね。さっきのビスクドールは恋をするっていうのは、はい、声優さんがぴったり。マジっすか、うん、珍しくぴったりな作品。へー、今期は何も、今期っていうか前期も見てないけど何も見てないな。あ、一番最近で多分俺馬娘ぐらいのもの見たの。出ると思う。言うと、それぐらいしかマジで見てないんですよ。それも1期、あ、2期の途中ぐらいまでしか見てないのかな。あ、今度はジョッキーの部見てみる。うん、競馬学校ですよね。坊主じゃないダメです。競馬学校はね、坊主じゃない。だって後ろから見たらどの役あれか分からんじゃんアニメで。それを身長でこう表現するんですよ。そういうこと、いい、頭の形とか怒る誰か分かんねえみたいな高校野球もんでも坊主おらんもんね。坊主いないですよ ね、うん、で競馬学校なんてもうあれグラム単位で体重調整してる世界ですからね。そうそうそう、髪の毛なんてあったら邪魔、 あったら邪魔になる。最近見たいと思ったのはあれぐらいですよ、あの平家物語。 あれはなんかすげえ絵が綺麗そうだなと思って、うん、あれもまだ見てないんじゃね。ああ、俺最近あれですよ、あれに入りました、あのディズニープラスっていうやつで、うん、うちの奥さんがビートルズ大好きで、でね、ビートルズの映画がね、うん、本当は去年か一昨年あったらしいんですよ。だけど映画を作る話で、あのドキュメンタリーで当時回してたフィルムを映画にするってやつだったらしいんですけど、コロナで延期になったらしいんですよね。撮ってるというか全部のフィルムの長さが7時間半か7時間50分あって、でだったらもう3部作にしてそのディズニープラスとかで公開しようってなったんですよ。だからそれ2時間弱あるんですけど、それを全部見たいがために入ったんですよね。インデペンデンスデーとかもあったからそれ見たりとかしてまた懐かしい独立記念日であるっつって。あれ今 1,2,3 まで行くのよ。え、インデペンデンスデーも確か、2かなんか出てましたよ ね、 ね、うん、まあ、そっちは見てないんですけど、息子が今度活躍するんだったっけ。あ、そうなんですか、ウィル・スミスの息子ですか。そうそうそう、あれも復活するよね、ゴーストバスターズ。あー、でした ね、 ね、でゴーストバスターズで女の子バージョンもあるんですよ。あ、そうなん、ゴーストバスターズのメンバーが全員女の子っていう。へ、そっちはちょっとあのすぐ見るのやめましたけど
いや、やっぱあの、4人、うん、あの4人だったから良かったんですよ、うんうん、なんかあの男の方のね、そうそう、男の方のあの4人と、ね、ドタバタコンビでね、そうです。で、あとあの事務所のなんか眼鏡かけたちょっと使えないやつみたいなやつがいたじゃないですか。ああいうのが良かったんですよ、まあ、ね。あのキャラが強すぎるけ、次やってもなかなかあれよね。ちょっと ね、あの当時を知ってるとやっぱ違和感がありますね、うん、多分だからそれこそグーニーズのリメイクとかあっても俺多分すげえ違和感あると思いますよ。ああ多分ね、うんうん、それはダメと思うよ昔の映画は、うん、そうですよね。完全装備ですね、あの電熱ベストに電熱椅子でカバーね、電熱椅子カバー、うん、あと今日靴下忘れたけど電熱靴下まであるねすげえ寒い、マジで寒い、ね、焚き火する？焚き火しますか。しますかの前に俺晩御飯の準備しないといけないな。そうか、お好み焼きか。お好み焼き、うまそうやな。広島風で今日は行かせていただきます。ええじゃん、論争が起こるあのお好み焼き、まあ両方美味しいんですけど ね、うん、これも人それぞれのつけ方がすげえ、フーフー言いながらつける人もおるし、あこれが一番楽だけどね。これ楽っすね、ほっといたらいいから、ね、そうそう、煙突効果ってやつですか、うん、燃え上がるまで待ちましょう。燃え上がれ、ガンダムじゃねえまたガンダムでさ、また始まるぞ、叫ばんねえけまたまだ1本しか飲んでないのに待ってる間にあれか、はい、新しく買ったもん見せようか。おお、新作、新作、これ買いました。あ、前言ってたやつ、そう、品切れだったっていう、そうそうそう、なんだっけ、ファイヤーディスク、そうそう、おお覚えてますよ、のレギュラー。なるほど、これがね本当に解説通り3秒で設営中やったよね。へえ、はい、これ、おお美しいですね。でかいね、これが、まあ、でかいですね、思ったより。へえ、これがレギュラーで45センチかな、これ。45センチ。もう一個大きいやつあるプラス、なんだっけ、あれが60センチあるんだな。あれちっちゃいやつもあるんでしたっけ。あれ30センチ。ああ、じゃあ薪が入るのはこのサイズっす、ね、そうそうそう。でこいつはこれがついてるね、網が。まあ使わんじゃろうけどこれ、あ、なるほど。ちょっと日が近すぎるよね。あ、そうですね、多分使わないな、これはもう焚き火台で使う、多分炭とかでやるようなんですかね、それ。いや、なんかそれもできるらしいよ、炭入れて。なんかその網に足がついてたらちょうどいい感じになるかもしれないですけどね。なんかのがちょうどええって言いよったな。なんか組み合わせるといい感じになる。鹿番長だったかな。完璧に新品ですね、これ。完璧新品火種と一緒にそうそう収集してきた、ね、燃料と。風がやんだらいいんですけど ね、やまんかったらちょっと危ないよ、ね、難しいかもしれないです ね、うん、ここはあのその水が飲料不可っていうのは書いてあるんですか、ホームページかなんかに。確かそうだったと思う。あ、うん、一応ねコーヒーをね2パターン持ってきてます。あ、1個甘いやつと1個は大人のほろ苦ってやつ。大人のほろ苦、ほろ苦すごいね昭和じゃない今日は昭和デーですかね。昭和デーじゃねもうさっきのあの要はあの言葉の漫画のタイトルが出たなと思うだって俺らの若い頃だけ、あの、あ、暴走族全盛期。ああ、そうですよ ね、あの暴走族が特別なんじゃなくてみんな暴走族だった時代のみんなヤンキーやった、みんなヤンキーだった時代の今だってヤンキーでもうやんだ、まだおるんヤンキーみたいなさっきも言いましたもんね、下で一人だけで走ってる子がいましたね、うん、なかなかのんびりしてるな、いいな。あ、のんびりしてるからいいですね。まあこういうのんびり感がいいよね。ねえ、しかし天気良くなってよかったですね、本当ね。ねえ、じゃあちょっと2本目は乾杯いただきます開けるために乾杯じゃない乾杯。ああ、おいしい。2本目もうまい、ね、やっぱ大自然の中うまいわ。うまいっすね、ね、
おお。すげえ。ちょっとやらせていただきます。はい。ええね、キャンプでお好み焼きっていうのも。ね、これもあるでしょう、ね。うん。ちょうどね、最近ツイッターで、うん、そういう人がいたんですよ。キャンプでお好み焼きとかやる人いないよねみたいな。おお。だから、じゃあやろうって。いや、まあ、やったことあるんですけどね、うん、やったことあるけど、まあ作りやすいよね、こういう鉄板があったらね。そうそうそう、火力強いんじゃないか。そうでもなくて、いや、ちょっと強いですね。強いね。うわ、キャベツがめっちゃ飛んでいくんですけど。何が？キャベツ。おうおう。風が、風が強い。こっち立ってくれるんだろ、ここへ。あ、すいません。風よけ。風よけ。風防じゃん。人間風防。人間風防。お好み焼き自体は多分すぐできますんで。まあね。もやし。もやしって。これなんか焦げそうだな。焦げるね。揚げた方がいいんかな。揚げたいんですけど、揚げようがなくて。まあね。素手で持たれんしね。熱いんじゃない。よいしょ。そして天かす入れるの忘れた。噛んでもこの辺投げちゃう。よいしょ。そのさっき言ったキャンセルはいつできるの。多分 1週間ぐらい。うん、1週間ぐらいだと思うんですけどね。だから俺のできたキャンセルと交換しようか。ああ、そうですね。まあ、俺もキャンセルなんか作ったけど誰にあげるんよっていう話で。いや、まあ会った人に。会った人。でもどっかで会うかもしれないですもんね、うん、まあそうそう、うん、誰かとね。あ、サズハンって言われたらねえ、ね、名刺代わりに。ほんまコールマンのスパイダー持ってくれよ。遠くできたのにね。これじゃ近すぎるよね、これめっちゃ近すぎる。そしてね、寒いから欲張ってね、入れちゃったんですよ。あ、結構。ああ、暑いよね。そう、これは本当に暖取れるわ。それが間違いのもと。あれです、僕たちの失敗ってやつ。僕たちの失敗だね。はるの。あの歌はすごいよね。すごいっすよ ね。あれ今の時代、うん、無理でしょ。もう無理無理ねえ、あのドラマ自体も無理だと思うし。無理無理。あの、僕たちの七夜間間戦争でもやばいのにね、戦車。ああ、何でしたっけ、エレーナとかそんな名前でしたよね。そうそう、戦車が、うん、セブンデイズをリエちゃんが出ちゃったやつね。まあ一回もう行っちゃいますか。お、ひっついとんね。ひっついとる、ひっついとる、これ。真っ黒だった。やばいやばい、これやばいよ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 ですよ、これ。うわ、やっぱ火加減が難しいんですよ ね、これ。それは難しいよね。よいしょ。もうバランバランだけど、くげればいいよ。いけるいける。いける、生地の問題、これは。いや、マジでね、俺がね、家でやってるやつ見したいな。家でやってるやつはね、うん、完璧なんですよ。お、これいいんじゃない。もう店かっていうぐらいの。お、店か。はい。すごい凝るよね、たこ焼きにする。いや、そうなんですよ、ね、別に、だからどうなんだって言われたら、あれなんですけど。まあ、でも、男はしょうがないね、凝るよね。そうなんですよね、うん、だけあんまり作ってけんのよ、料理を。そうそうそう、食費がかかってしょうがない。そう、あの、奥さんが大変になるだけだから。そう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 、あんたねって言われるよね。そんな安いスーパーでええやないかい、みたいな。よし、これでちょっと焼きましょう。この上に鉄板乗っけて食いますか。で、ああ、ちょっと寒くなってきたらまた落としてみたいな、うん、こっち戻してみたいな。よっしゃ、できました。おお、ボロボロやんけ。ボロボロやんけ。ちょっと火力が。こっちがね、多分弱かったんですよ、ね、うん。まあいいや、こっち俺もらおう。どっちでもいいよ、味はね、一緒ですから。それはどっちでもいいやったら。そしてね、ここにね、うん、我が家はですね、ごま入れます。おお、ごま。
よし、いただきます。はい、どうぞ。一応そこにマヨネーズもありますので。お、マヨネーズがいる。倍かけをせんねんけんかね。倍かけ。マヨネーズ大好きだっけ。マヨビーム。ま、蓋開けてないじゃん。えらい押しても出んだと思って。そうでした。出た倍かけ。はい、網目模様で、網目模様、いかにもお店屋さんみたいな。いただきます。どうぞどうぞ。うん、うん、おいしい。あ、幸せ。しかもここぬくいですからね。確かに、はい、ぬくい。そう、この一石二鳥をしたくて今回はねお好み焼きをしましたね。うん、もうちょっとこれあれも低くでもいいような気がするね。そうなんですよ、足が調節できればねもっといいんですよ。これどこのだっけ。これね分かんないです。あでも海外製です絶対。ああ、美味しい。ええな、キャンプでお好み焼きっちゅうもそうでしょ、ね、ああ、うめえ。ビールは進むね。これは本当ビールよね。これは日本じゃ合わんけど、ね、これは日本じゃない、ね、うん、うん、うめえ。確かにこれ背が低かったら最強に暖房ですね。この辺だったらいい暖房、ね、うん、これちょっと高い系、足が抜くもんないですもんね。息広。今だって今日天気予報見たら0度になってるけど、多分夜中も0度以下になるんじゃないかな。なるでしょうね、これ、ね、ちょっとこれもう一回ぬくめていいですか。いいよ、だんだん冷めてきた、うん、でもこんなことができるわけですよね。寒くなったらここでまたぬくめ直すっていうね。確かにこれがいいかもしれない、ね、寒いけ余計美味しいね。鍋持ったかもいいけど、こういうのも美味しいよね。ね、あ、そう、鍋もね悩んだんですよ、うん、どうしようかなと思って。でも鍋もう何回かやったからなと思って。確かにね、最高。いや、よかったです、うん、うまい。これもう一個ビールもあっていいですか。どうぞ、あ、開けて持ってこよう。もう一個とりあえず両手に持って飲んだらいい。右手左手右手左手。どうやって物を食うんかっていう話。いや、このあったかいものを食べれるってのは幸せですね、うん、あー、すいません、いただきます。そう、そうだね、うん、これ人間だけの技でもね、あったかいものを食べれるって本当ね。火を管理できるのは人間だけど、その火をね、戦争に使うよね。よくないです ね。うちもアパートのすぐ近くにお好み焼きあるんだけど、うん、もう十何年おるけど一回一回ってから。でもああいうところの方がうまいんだけどね。そうですよね、ちっちゃいところですよね、うん、でもお好み焼き屋でこう鉄板で食いながらこう漫画本置いてあって漫画読みながらペラペラっていうのがうまいですよね、うん、あれが男の楽しみな気がする。いや、昼ご飯とか、ね、晩ご飯とか食べるときも孤独のグルメかいね。うん、漫画描いてる人が亡くなったから、あ、漫画はないけどドラマは、まあ続けるよね、うん、ネタがある限り。でも松重さんやりたくないらしいですよ。うん、なんで、なんかもういいだろうみたいな。あ、だったらなんだっけな、あの人細いじゃないですか、うん、で食うのがやっぱ辛いらしいんですよね。ああ、そういうことか、うん、ぴったりちゃぴったりなんだけどね、なんかね、うん、うん、うちの奥さんとかに、あの 松重さんのイメージっていうのが、うん、あの松重さんっていうと俺からするとこわもての役をやるイメージなんですよ。じゃないですか、うん、だからでも、うちの奥さんとか五郎ちゃんしか見てないから、え、この人こわもての役なんかやるのみたいな感じなんですよ、うん、でも昔はそういう役ばっかりだったっすよね、うん、そうそうそう、うん、松重さんが見とったあの、ああ、
大杉蓮さん、うんうん、あれも悪い役ばっかでもね。ああそうですね、どっちかっていうと、ね、でももう山に隠れるけ時期すごい寒くなるよ。これが終わったらもう焚き火が恋しい時間になってくるな。そうそうね、うん、でこの炭の中入れちゃいましょう。もうああじゃあね、これがまた楽しいんですよ ねこの細い細さが。ランタンつけちゃおうか。え、もうつけるんですか。え、まだいい、あっちまよ、鶴瓶落としよ、鶴瓶。好きっすねそれ、鶴瓶落とし。これです ね羽付き餃子行きましょうか。行こう。これこそあれよ、あの気をつけて食べてもらうと、あっちまで焦げるね。なんか無性に餃子が食べたいな。はいよ、お待ちってか。しかしこんなに寒いとは思わんかったでよ。めっさ寒いんだけど、めっさ。メガッサ寒いっすか。メガッサ寒い。釣り屋さん的な。なんかああいうメガッサとか聞きよったら、久しぶりに春日が見たくなったの。見たくなってきますね。ねやっぱ消失じゃないですか。消失かね。うん。あのサムデイインザレインの間ってすごかったですけどね。ほう。長戸がずっと本読んでるやつ。ああ。何？ひわった鉄板が。ほんまや。ひやいもんが今どんどん溶けよるけ。びっくりした。ポルターガイストかと思った。資料の腹渡じゃん。今日昭和祭りっすね。昭和祭りじゃね。いいっすね。今日鉄板持ってきてよかったかもね。うん、あと肉もこれもあるけ、これ。おお、マジっすか。うん、ガーリックなんだよ、ガーリックステーキか。こういうのがあるといいじゃね。何でもこれに合わせてなんか食材を持ってくりゃ。そうっすね、うん、まあたまたま今日は一致したんだよね。あ、そうっす ね何も示し合わせてないですもんね。寒いから立ったまんまよね。いやもうこれがだってあったかいですよ。座ったら余計寒いっていう。そうそう、言うてこれが一番あったかい。あったかい。いや炭ありなんじゃないですか。炭ありだね、今この原点に帰って、ね、うん、あったかいし。そう、どっかあれよね、茶香この炭にだけ入れるなんか、はい、ストーブみたいなのがあるよね。あれ、あ、マジですか。客下だったけど、どこだったかい、どこですかあれは。へー、これなんかあれっすね、俺はうるさくなってもいけないから、一切れぐらい上の方にあげたらどうですか。これはい、もう食べれるかね。行ってくる。ちょっと両面にしましょう。ああ、両面焼きする。はい、両面待ちで。麻雀か、麻雀か。うわ、めっちゃうまそう。いい色やね、ちょうどいい色やね。めっちゃいい。ちょうどこれあの焼き加減とか、あの火加減もいいんでしょうね。ちょうどね、あのじわーっとね、うん、このパリパリ、この皮、皮これたまらんすね。あのパリパリがすっげえじゃね。一個タレを持ってってあげればいいか。そうですね、うん、これはちょっとあれだな。綺麗なやつで。綺麗なやつ。綺麗なやつ。はーってやってこれ。汚らしい、汚らしい。汚らしい。汚らしい。これもちょっと入れる？あ、いや。ええ。こんぐらいでいいんじゃないですか。まあ、タレにはこっちつけだよね。聞いてきてみましょうか。うん、餃子食べますよね。すいません。よかったら餃子食べないですか？今焼いてるんですけど。あ、じゃあちょっと持ってきます。たらまだあの、うん、焚き火が残ってますからね。まあね、メインイベントが、メインイベントが、イベント、イベント、うん、じゃあちょっと上げてきます。はい、よいしょ。すいません、これ。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。あ、美味しそう。火が通ってなかったらどうしよう。いや、冷食だけ大丈夫だろ。多分大丈夫ですよね、うん。こっちはこんだけ焼けてるんだけど、うん、
ちょっといただいちゃっていいですか、うん、食べよう。2人とも立って食べるっていうね。どう、もう寒いからちょっと俺日本酒持ってこよう。もう日本酒行く。いや、飲めばあったかくなるうん、大丈夫。あ、大丈夫ですか、うん、うまこの100均の。わざわざそれ、あ、いないんでもおちょこでいただきます。いや、これで行くのがね、おつなんですよ。ちょっとこれ、熱かにしよう。いただきます。うまい。あー、たぶんでもこれ、この季節の特権ですよ。この寒い寒いって言いながら ね、うん、もうでも寒かったけね、まあ、こういうキャンプもいいよね。いいですね。ああ、よかったです。よかった、ソーセージいります。ありがとうございます。あ、なんだったら焼いて持ってきましょうか、それ。いやいやいや、僕らあるんで。あ、え、いいんですよ。全然全然。撮影もされてるんですか。うん、今 YouTube の撮影者。YouTuber なんです、彼は。そうなんだ。どうぞ。あ、すいません、じゃあ。ありがとうございます。じゃあ、いいか、いいか、もうダバッと。何本食べます。あ、2本でいいですよ。あ、大サービス。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。じゃあ、3本いただきます。なんなら、ここで、ほんま、ここで焼いたらすぐ焼けますけど。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かの力っていう名前で。かの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 。のです。はい。っていう名前で。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。それこそこういう時キャンセルがあったらいいよね。ん？キャンセルが。あ、お待つね。これ20日に奈良行くんで、名刺みたいなのも作ったんですよ。うん、QR コードが載ってる。そういうのをずっと持っとかないとダメっすね。そう、なんか言われた時に。うん。俺が QR コード入れててもおかしいしね、カロチさんの。おじキャンとしての名刺とか作るんだったらあれだけどね。あ、やってもいいだろうけどね。あったけ。これ足下突っ込んでたら抜けにくいんだよ。わー、ぬくいよ、足下突っ込んでたら。ほんまあと15センチ低かったらって感じですよ ね、うん、ね。バーベキューコンロありだな、これ。ありだね、冬は。うん、もう何も焼かんでもこのまんま。そうそうね。ね、で、あと何より薪より炭の方が安いっていうね。そうそうそう。つけるときちょっと大変ってだけど、ね。ああ、そうですね。でも一回ついちゃえばね。うん、そうそう。あとは夜、向こう側行って撮影会せんに行けんけどね。こっちを。おぉ。夜の？夜の撮影会。いいよいいよ。もうちょっと広げてみようか。ダメダメダメ。ダメ。嫁も子供も見てるんですから。なんなら下手したら幼稚園の お母さんとかも下手したら見てるんですから。あそこの旦那と思って。アホじゃないかっつ。いやでもマジでこれ本当見直してもいいっすね、炭の威力というか。ね、うん、これはあの伝えるべきだね。これでね、ご飯作ってもうまいし。そうそう、炭焼きで。あ、ご飯ね、うん。ご飯炊けるだろ。あの、あとその肉焼いたりとか、うん、そうそう、おお、ちょうどいいぐらいだ、ほら、食わんと焦げるべ、わ、端に寄せれえんだ、僕のウインナー。ちょっと違う意味が入ってた、うん、いや、僕のウインナーこれ。コメントでももらったんですけど、マジでこうやってやっとったら、うん、多分セルフ扱いできますよね。まあできるよね。うん、まあ一番のあの何、こん中でドボッとあの、お湯入れたやつを、うん、つけちゃったらやるのが一番いいですけど ね。またあのおちょこに入れてやるのがまた楽しいっちゃ楽しいけどね。そうなんですよ、ね、だからあのこれわざわざカップをやってるんですよ、ね、うん、あれ昔あれよね、カップなんかやったら あったかくなるカップあったよね。ありました、あの石灰がなんか入ってるやつだ、うん、まあ、そうそうそう、最近あるんかいね、見んよね。見ないです、見ないです。なくなったあれ、なんでなくなったんだろう、わからん。あれあったかくていかったんだけどね、あああとなんか引っ張るやつですよね。そう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 、あったね、あったあった。めっさ風やんだね。ほんまっすね、メガッサやみました。メガッサやんだね。メガッサ風がやんだね、少年って言われて。ええよね、鶴屋さん。鶴屋さん最高っすわ。春日にょろよって言われて。春
ルギーの中で一番好きだわあれでみんな食われるよね、キャラがね。いや本当に何なんすかねあれ、なんかあの先輩キャラ好きだったんだよな、ね、君がキョン君かとか言ってね、あー3期やってくんないかな、やんないだろうな、もう無理かな、もうダメっすよね、時間経ってるし、そもそもあの春日役の子が声優じゃないですもんね、もうやめたんかいね、舞台女優かなんかになってますよね、そうなん、うん、鶴屋さん結局何だったんだよとか、あれは確かあれよね、宇宙人、あれどこに属する人なんですか、異星人とかのあれを管理しておるところのなんかそんな感じだったよね、え、小泉くんってこと？もう全部を管理してるよ。ああ、なるほど、うん。小泉くんとかも全てを管理してるってことですか？そうそうそう、あの異星人、宇宙人。だから第4の勢力みたいなことですか？そうそうそう。だったと思うよ、確か。企画は。俺読んでないから分かんないんですよね。うん、今度あれじゃん、うるせえやつらが春じゃん、また。らしいですね。ね、今度は、家坂すみれちゃんがラムちゃんじゃん。まあ、うるせえやつらに、愛着とかはないんですけど、うん、でもオープニングとエンディングはやっぱなんかああいう曲にしてほしい、いややるんじゃない、今カバーしてみんな歌いよるよ、あそうなんですか、あの同じ曲で歌ってよった人らがラムのラブソングとか、うん、マジですか、多分すみれちゃんがやるんじゃない、歌うんじゃないか、なんかあの最近のアニメにありがちな全然そのアニメと関係ない歌とか、うん、なんかちょっとかっこいい系のやつとかやめてほしいです、いや多分作者がこだわる系やるんじゃない、ラムのラブソング、高橋留美子は、うん、あの子は歌歌えるんですか、うわうまいよあの子、あそうなんですか、うん、声が分かんない、声は異世界食堂のウェイターのあの子の爪はあるとあああの子か、うん、ちょっと前ねうちのね、うん、子供たちがねハマって見てたんですよあんな感じ、このぐらいの時間帯が一番いいよ、空が。いいですね、大間が時ですね。大間が時。危ないよ。危ないよ。もう今から死者の世界だけね。あの、なんだったらあの忘れないように名前書いてもらっていいですか。いや、どうなることかなと思いましたけど、いい晩ご飯ですね。まあね。うん、あのちょっとつつきながら食べるっていう、ちょうどいいぐらいね。差し入れたり差し入れがあったりうまいや、あ、そっちに行くんだ、煙が、ね、これご利益、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 ご利益これがファイヤーディスク、いやさすが自然の点火、あれじゃね、着火剤だね、すごいっすね、杉の葉と、おお燃える、花粉症の人がヒーヒー言いそうな、そうそう俺も花粉症だけど目がヒーヒー言うよ目がもう一気に来ます ね、もうガンガン食えてもガンガン燃えるで、これおおすげえ火力がすげえさすがディスク、下にあれが空気入るけね、あったかい、まっすね、ぬくい、ちょっと俺椅子を持ってきますわ、ああ俺も持ってこよう、もう座ったら動かないでええね、やっぱ焚き火ってね、しませんしませんのに俺は日頃焚き火しませんがみたいな、いやでも普段しないからこのあったかさが身にしみるんじゃないですか、まあね、それはある、ね、今日特にね寒いけ、寒いこんな寒いとは思わんかったで、もうちょっと暖かいからだと思って、いや俺もそう思った、山なめんなみたいなね、ねえ雪降る中こうやって焚き火やるのもいいけどね、
あそれもいいでしょうね。だからなんせサブでやってられんけど、あれですね、薪が4束5束あればもう昼間からガンガンいけるけど ね、 ね、ファイヤーディスク当たりじゃな。でもちょっとコンパクト性がない、コンパクトカーできんっていうのもあるでしょ、ね、まあでも車だったらね、うん、あのね、他は無理だね、これツーリングキャンプとか、ね、あ抜く暖かいですね。さっきまであっちで寒い寒い言うたのにすごいよね、あのアニメの世界すごいと思うけどね。すごいですよね。あのこっちはなんかこう流し見じゃないけど、うん、その駒単位で見たりとかしないじゃないですか、うんうん、だけどやっぱ駒単位で作ってますからね、あれは。そうそうそう、あの神は細部に宿るってやつですよ。そうだけど面白い作品って一回さーっと見て、うん、その後もう一回ちょっと細かいとこちょこちょこ見つつの、あそうですね、5回ぐらい見るとおおって思うもん。発見があったりしますね。そうそうそう、もうこんなとこまでやってるんじゃ、あもうバカじゃなってこと。でもそれがいいんですよ ねそのバカな感じがいいんですよ。そこまで書くやるみたいな、そうなんか常人には理解できないというかね。そうそう、あの気にせんしてはさらーっと見て、ああ面白かったねぐらいだけど、面白い作品ってなんでかって目に留まるところが多いから、あ印象に残るシーンとかね。そう印象に残るからね。湧いた湧いた、湯が湧いた、え何残っちゃうみたいなちょっとじゃあいただきます。入れた？入れてないね。あまだ入れてないです、そっちは。いやその塩梅があるかなと思って。塩梅、はい、何の塩梅？いやあの濃さ、濃さ、あほろ苦、ね、ほろ苦、濃いのようじゃね、ほろ苦って恋は遠い日の花火ではない、うん、あれいい CM だったなあ、岩国ってあのイチコのコマーシャルとか映らんのかいね。イチコってどんなやつですか？コマーシャル、あのビリーバンバンが歌であるんだけど、あなかなかええコマーシャルよあれ。なんかイチコのコマーシャル良かった覚えはあるんですけど、うん、内容は思い出せないな。あ多分あの九州の辺は周南ぐらいまでかな。ああ。これはこれで美味しいんですね。ああ美味しいですね。ね、甘い後のこれだけ美味しいかもしれないかもしれない、ね、これ飲んだ後にあれ飲むとあっちの方がうまいだろうけどね。うまいでしょうね人間の人って贅沢よ、ね、朝は甘い方でいきますか。まあね、朝なんか甘いもん食いたいですよね。そう、なんだかね、あれまあ飲んでる系だろうけどね。お湯沸きましたよ。沸いた？昔昔浦島が助けた亀に触られてて。おっとセクハラだ。セクハラじゃん。どうぞ。あ、ありがとう。いいね、こういうまったりした朝も。いいですね。なんかいつもは朝一生懸命片付けから始まるんだけど。ああ。カチャカチャカチャ。まあ、でもあらかた、これ11時って言ってましたっけ？12時、うん、それはのんびりできますね。そう余裕、うん、大概テント乾くか乾かないかみたいな感じでチェックアウトしますもんね、うん、朝早く起きてもあるじゃん、うん、全然乾かんじゃん。乾かない、日が当たってないと、うん、急いだからどうにかなる問題じゃないですからねいいですね。まだ10、11時にあと3時間ある。まったりできる、撤収、撤収1時間の。そうです ね、 ね、11時から撤収しても全然でしょ。全然間に合うね、うん、それまでのんびり竹切りしながら散歩とかもしますか。あ散歩とかもしますか。散歩しようか。今のうちよね、片付け出したら絶対できん、ね、うん。温水器ついてるとこってないっすよ。 ないね、うん、温水器。
上でも暖かく洗い物ができるよね。特に油汚れがあるやつは助かるよ ね。結構上までありますね。あるね。まだこの辺は開拓地だね。向こうはあるんだけど、ここはでも一応ここもできるんだね。2,4,5この段差がついてるところも多分そうってことでしょ。そう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 。すげえな。こっちも今からまだやるんだろう。こっちはこれ開拓するのめちゃめちゃ大変だな。まあ大きい、このキャタピラーの跡があるけ結構大きい あれだよね、ショベルカーちか、超大型のキャンプ場になりそうなんです ね。完成すりゃトイレも部屋さんと無理だろうしね。そうっすね。ちょっと不安になるぐらい広いっす ね。ああソロサイトか。あ大きさからして、なるほど、ね。ああソロ用とかファミリー用とかできそうですね。この広ければ。そうそう。今すげえな上も。まだまだ広げると思ったら奥あるある。わあこれすごいね。ここももうじき使えるんじゃないかな。おお。ここもだってトイレ作んないといけないし。そう忙しいよね。炊事場と。あここから管理棟まで歩くったらまあまあちょっとちゃとってだけど結構辛いよね。辛いですねちょっと。緊急事態の時。工事中ですね。うんすごいすごい。あ、こっちから集まりゃいけるのか。これ全部完成したらすごいだろうね。すごいでしょうね。まあ1年2年先でしょうけど、うん、まあすぐすぐは絶対無理よね。うん、この広さだったらね、うん、まだ作りかけって感じですもんね、うん、まだまだ今から発展していく。こっち行ったら、さっきのサイトで、うん、こっちから回ってみますか、うん、ちなみに池は遊泳禁止と、まあ、当然の話なんですけどさすがに泳ぐ人はおらんと思うでもね注意書きに書いてありましたよ。注意書きに池で泳がないでくださいみたいな。お遊泳禁止か。遊泳禁止やね、はいはい、ここはもともと市かなんか管理してる公園とか、はい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 、キャンプ場だったみたいで、でそれを個人というか、そう、うん、買い取って開拓しよう。なるほど。よいしょ。前に聞いたらここもサイトになるよって言って、ああここ、ね、多分ソロサイトよね、ちっちゃいからね。そうっすね、ソロっすね、うん、しかもソロのあのテントも考えないといけないような、うん、大きさでしょうね。サーカスとかじゃなく、そうそう、写真撮っておこう。採石敷いてそこから土かけてでしょう ね。うん、ここ結構下がぐじぐじだけど結構大変と思うけどね。砂利入れて、まあ、間違いなく半年後とかに来ても変わってるでしょうね。うわ、もう全然、わ違うじゃん全然みたいな。うん、楽しみっちゃ楽しみやね。そうですね。なかなかこういう家庭が見れるキャンプ場ってないですもんね。まあね、うん、大体出来上がってるから。そう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 、できたから皆さん来てねぐらいで、うん、作りながらオープンしてるっていうのもなかなか。採集してきました、うん、いらんかなと思ったけど、タープのポールでも持ってくるもんですね。そりゃそう、持ってきちゃった方がいいよね、うん、なんかの時に役に立つ。なんか役に立つ、うん、うわ、デラックス入らんのんちゃう袋にサーカス TC は余裕で入るんだけど、デラックス1枚多いだけで
入らん入らん。ここで応援してましょうか。応援力で抜けるけどみたいな。OSOS OS でもあのテントの袋ってギチギチなのが好きっすよね。そう、もうちょいでかくてもいいのにと思うんですけど、もうちょっとどうかならんのかって思う。あの出荷段階は空気入ってないからまだあれなんですけどね。そうそう、畳むとさ、うん、それは人によって畳み方もあろうし、あでサーカステージで畳み方の動画って上がっちゃったっけ。ないよね、あのメーカーが。あーいやな、うん、あるのかな、どうだろう。いやなかったような気がする。あ俺はあの DOD の三角テントを持ってますけど、うん、あれも畳み方なかったからやりましたもんね、動画作って。そうなんで立て方はいいんよ、畳む方が大変なんだけどそうですね、立てるのなんとかなりますもんね。そうそう、あもうセンターポールとかいらんけ、センターポールは入れんには入るだろうね。あ余裕でその分 ね、 ね。トリポットは別に入ってるんでしょ。トリポットは別別ですよね。あれこれに入らん、長いけですよね。はいじゃあよいしょ、ほうきとちりとりあるのはいいですね。ね、後で片付けられる。そうそう、あそこに火箸まで置いてある。なんか作りかけのキャンプ場ってのは分かるんですけど、うん、でもあれですね、ちゃんとしたところはちゃんとしてますよね、こういう。そう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 、うん、ね、給湯があったりとか。そう、そういうのはすごいよね、もう気が利くっていうか。給湯があるキャンプ場は初めてですわ、うん、冬場はね。ありがたいですね。ありがたいよね、くっそ寒いのに、手を洗うのに。いや、分かる。あとやっぱプルトブ子供連れとかで来るときにはね、やっぱあったかい方がありがたいですね。そうそう、子供手洗わせたりするんでもね、うん、大人はねまだ我慢できるけど、うん、子供はね、うん、あとはよろしいじゃろうか。よろしそうですね、うん、来たときよりも美しく。いやいい言葉あの辺に落ちてた松葉も我々がめっちゃ燃やしましたからね。どうぞ美しくなってますね。美しくなってる。じゃあこのゴミをあとは捨てたら終わりですね。そうそう、200円で取ってくれる。200円で回収してくれると。燃えるゴミ燃えないゴミ関係なく、まあ一応区別してですね、薄いプラと燃えるゴミは一緒でええって。あ、うん、でピン缶は別で。なるほど、うん、じゃあ俺これ持ってきましょうか、うん、じゃあ入り口のところ忘れ物はニャーである。忘れ物はニャーです。ニャーですかよ。この網は違いますよね。これ閉まったんだよ。ん？ん？俺の網、俺のだ。こうだろう、忘れ物しよるだろう。忘れ物しよった。ニャーですって言ったのに。ニャーです。ニャーです言うた本人があるじゃないですか。させん。アリンスって言わねえ。忘れ物がアリンス。うん。